はい、こんばんは。今日もね、スクワットやっていくんですけど、前回ね、もうすごいね、食いしばるっていうのをなんか思い出してね、気合が入ったんです。すごい気合が入ってね、調子は良くなかったものの粘れたんで、今回もその気持ちでやっていきたいと思う。ただこの1週間で何があったかっていうと、僕ちょっとね、いろんなことあってね、ちょっとご飯とかもあんまり食べられへんくて、すごい調子が悪かった、体調が悪い、そんな中でね、やるんで、今日はいけるかどうか、ここら辺で全部 OK にして、良い週末を、いきやす！ギュン！歯かけたらどうしよう、前歯かけてるけど。気合いや気合い。今日珍しくインターバルの間に、やりたくないと思うより、ちょっと頑張ろうと思えた。しゃあ、行こう。待って、良くなかった。7回ですけど、どうやろう。集中できた。ちょっと浅かったような気するけど、ちょっと見てみないと分かんないっす。さあ、ちょっと最後、もうちょっとできとったような気がする。今日の俺は真剣よ。やばいな、今日の集中力いい。トレーニング終わりました。まあだいぶ落ちると思ってたけど、それなりに良かったっすね。これは自分を褒めようと思う。で、157回前と同じようにできて、しかも前ちょっと気がついたんが、やっぱり腹圧やね。腹圧、今まで腹圧高めてるつもりやってんけど、奥歯をもう重くそかんで、ね、ハーンってっていうのを昔やっててんけど、知らんうちに忘れとった。で、この前をそれになんか知らんけど思い出して、で、今日もやったらすごいなんかいい感じに、あの、足に効きました。なんかもう、ほんまはちょっと無理やったんやろうけど、プラスアルファができて、前と同じって感じだから、ベリーグッドとしましょう。その後はね、ちょっと落ちちゃったんですけど、まあ僕的にはね、結構効いてたんで良かったと思います。ってことでね、皆さん腹圧は大切なんで、奥歯もう割れるぐらいパンって食いしばったらいけると思うんです。多分なんかちょっと歯が痛い。ちなみに腹圧高めて前歯が折れました。そんなわけないやろってね。バイバイ。